はい、秋ゲームズです。新玉の谷にある見つけにくい隠し宝箱を11個選んで紹介していきます。さらに、県5箇所を調べると取れる隠しアチーブメントも紹介します。本動画はバージョン 4.4 隠し宝箱動画の第6弾となっています。第1弾から第5弾は概要欄のリンクからご覧ください。今お見せしているのは11個の宝箱と県のアチーブ用の1箇所への場所と行き方のマップとなっています。1番から11番の順番に回ってから県のアチーブを取りますので、気になるところがある方は概要欄のチャプターからご覧ください。ここから1番に向かいます。メーンさんの北にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら右を向いて南西方向に見える本庭の大きな滝の左端を目指して飛んでいきます。しばらく飛んでから少しずつ下に降りていきます。下の方に空中移動ギミックがあるのが見えますので、その中に入っていきます。中に入ったら右を向いて北西方向にあるモラ宝箱に向かって飛んでいきます。モラ宝箱を取ると風スライムが出ますので、弓キャラに切り替えて壊していきます。風スライムがたくさん出てきますので、ヒエランやカームなど範囲攻撃ができる弓キャラでやると楽だと思います。すべて壊すと宝箱が出るので取っていきます。回収したら次は行栄荘の西に向かっていきます。2番から4番に向かいます。行栄荘の西にあるワープポイントにワープをしていきます。ワープポイントに到着したら左後ろを向いて北方向に進んで空中ギミックに入り、左を向いて北西方向に飛んでいきます。砲塔団のいる場所の奥の下にある洞窟の中に入っていきます。2番から4番を取るためには、僧霊の鯉を取るときにやった遺跡機械のコアを遺跡守衛に入れた上で倒す必要がありますので、まだの方は概要欄のリンクからご覧ください。洞窟の中の普通の宝箱を取ってから山大王と戦います。倒したところまでカットします。すべて倒すと宝箱が出るので取りに行きます。貴重な宝箱の左奥の檻の中にも普通の宝箱が置いてありますので、忘れずに取るようにしてください。この辺りで宝箱を3つ回収したら、次は石章の石垣の東に向かっていきます。5番から7番に向かいます。石章の石垣の東ワープポイントにワープをしていきます。到着したら後ろを振り返って、南東方向に見える軍玉閣慶雲町の方に向かって飛んでいきます。しばらくまっすぐ飛んでいきます。木を通り過ぎたら下を見ながら飛んでいると橋の近くでヒルチャールたちが荷物を襲っていますので近づいていきます。近くまで来たら戦います。倒したところまでカットします。すべて倒したら荷物に近づいて軌道を選んで動かしていきます。この後は時々出てくる敵を倒しながら荷物を守って進んでいきます。敵と戦うところは全てカットして移動部分だけお見せします。最後に砲塔団を倒すと豪華な宝箱が1つと普通の宝箱が2つ出ますので取っていきます。回収したら次は剣連山に向かっていきます。ここから8番に向かいます。剣連山のワープポイントにワープをしていきます。到着したら正面にある空中ギミックの中に入ってから後ろを振り返って上を向けるだけ向いて北東方向に向かって飛んでいきます。下を見ると滝ギミックのある岩山がありますので、その山頂部分を目指して飛んでいきます。
山の山頂に剣があるのが見えますので近づいていきます。近くまで来たら剣を調べて文章を読み終わると宝箱が出ますので取っていきます。宝箱を回収したら次は薬鳥の谷に向かっていきます。ここからキューバーに向かいます。薬鳥の谷のワープポイントにワープをしていきます。到着したら左上を見て空中移動ギミックの中に入っていきます。次は北東方向に飛んで別のギミックの中に入ってから上を向けるだけ向いて東方向にある岩山に向かって飛んでいきます。岩山の近くまで来たら山頂まで登っていきます。山頂に剣が置いてありますので調べていきます。文章を読み終わると宝箱が出ますので取っていきます。宝箱を回収したら次は石像の石垣近くの七仙人像に向かっていきます。ここから10番に向かいます。石像の石垣近くの七仙人像にワープをしていきます。到着したら右後ろを向いて北東方向に向かって飛んでいきます。着地したら北東方向に向かって坂を登っていきます。しばらく進んでいくと段差を登ったところに木がありますのでその横を通って進んでいきます。木を通り過ぎると右側にふわふわ仙像がいますので近づいてから南東方向に向かって高くジャンプします。次は北東方向に向かって高くジャンプすると木でできた剣がありますので調べていきます。文章を読み終わると豪華な宝箱が出ますので取っていきます。回収したら次は石棒台に向かっていきます。ここから11番に向かいます。石棒台の西、地上にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したらまっすぐ坂を登ってから左を向いて北東方向にある階段を登って進んでいきます。壊れた柱のあるあたりまで来たら北方向に向かって飛んでいくと山の近くに空中移動ギミックがありますので中に入っていきます。中に入ったら右を向いて少し下に見える岩山に向かって北東方向に飛んでいきます。岩山の山頂に剣が刺さっていますので近づいて調べていきます。11番を取るためには珍玉の祝福を進める必要がありますのでまだの方は先に終わらせてください。文章を読み終わると宝箱が出ますので取っていきます。回収したら次は慰労府の東に向かっていきます。ここから剣のアチーブを取りに行きます。慰労府の東ワープポイントにワープしていきます。到着したら左を向いて山の右端を目指して飛んでいき南西方向に進んでいきます。左側の山の中腹に緑の部分がありますのでそちらに向かって進んでいきます。剣があるので調べますが、どんどんパフパフ王山への旅をやらないとこの剣は出ませんので、まだの方は先に終わらせてください。5箇所で剣を調べるとアチーブメントを達成できます。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価をお願いします。ライブ配信、TikTok、Twitch、X、ブログ、コラボも見ていただけると嬉しいです。